はいどうも、愛とは自分で決めて行うことでおなじみのスターボール船長 AT でございますということで、今夜もねまったりとやっていこうかなと思っておりますが、いやー今日はですね、なんというかもう生まれて初めてかもしれないんですけど、ある YouTube を見てしまってですね、なんだろう、ハマるってこういうことなのかっていうのが分かったっていうのか、あるね、なんか偶然なんですけど、すごいこう、お姫様みたいな、女の子が釣りをしている絵が流れたんですよね。まあどっから入ったのかちょっとわかんないんですけど、まあ偶然流れてて、まあその子がねこう喋りながらずっと釣りをしているんですけど、まあなんとかですのよとか、そういうなんていうの、お姫様言葉を使うわけなんですよ。でこうね、こうなんていうの、餌というか釣りをこう、なんていうの、竿をこうバーンと投げるのってこう、まあエントリーって言うんでしょうね。僕もちょっと詳しくわかんないんですけど、でまあだから要はこう竿をこう投げるんじゃなくて、なんつったらいいんだよ、こう糸を垂れることを多分エントリーって言うんですよね。おそらくその釣り用語としてね。でそれをロイヤルエントリーって言うんですよ。彼女なのかニューハーフなのかよくわかんないんですけど、まあ微妙にそっちの人なのかなとか思いつつも、まあでねこう面白いんですよ、彼女のその言って、いちいちこうね解説しながらこうやるんですけど、まあすごいなと思って、でもうついつい見ちゃって、それでね、なんつうのかな、また釣ってきたやつをこううまく料理するんですよね。しかもそれがね、なんていうのかな、まあ女の子っぽい料理はするんですけど、でも作り方とかがすごいなってのかな、豪快なんですよね。だからそのめちゃくちゃなギャップがあるわけですよ。いろんなとこにギャップがあって、こう、で、なんかこう、なんだったかな、なんかこう、ニガ玉とか、こう、内臓を食べちゃったりとか、アニサキス食べちゃったりとか、その食べないけど口の中に入れたりとかね、一回ちょっと食べてみますねみたいな感じのことやったりとかするんですよ。でもそのなんていうのかな、あれはお姫様キャラは崩さないんですよね。でこうそう、お酒とか飲んだりお茶とか飲んだりするんですけど、あえてそのすごいズルズルズルって音を立てたりとかはするんですよ。だからでもまあね、なんつうのかで、すごいこう、なんていうの、こう、あれは防御とかはすごいしてるんですよね。こう、ちゃんと手袋とかはすごいして、外に行くから日焼けしないようにとかもすごいするんですけど、結構豪快なことをしてるんですよね。で、まあ、釣りもね、うまいんですよ。だから、まあ、何なんだこの人はっていうことから入り、そっからね、ちょっとそのロイヤルエントリーにハマっちゃって
で、なんかこう、まあ、なんとかですのよとか言って、こう、することが、こう、ボーンって、ボーンって投げたりするんですけど、その感じも良くて、まあ、タイミングがいいっていうのか、まあ、編集もだからうまいんですよね。だから、いや、これは、と思って、ついついね、結構1本が長いんですけど、4、5本見ちゃったかな。なんかこう、な連続でね、初めてかもしれないですね、こんなに、こう、じっと見ちゃったのって。だから、まあ、ちょっと衝撃で、あ、こういうことあんだ、みたいな。そのね、あんまり、そんなにこうね、まあ、情報だけ見るとかはあったけど、そういう全くその、ただのエンタメとして、じっと見るっていうのが、経験したことなかったんですよね。なんか衝撃、あ、こう、どう言ったらいいんだろうな。まあ、まあ、ただ、なんのことはないんだけども、こう、続きが見たいって思うってこのことなんだっていうのが、まあ、長年 YouTube してますけど、初めてでしたね。自分がやってるから、あんまり、人の方のやつをね、勉強しようとか、まあ、そもそも思ってないから、まあ、そもそもそういうのは思ってないからなのか、あんまりそういうの気にしたことなかったんですけど、まあね、そういう、なんかそんな感覚に初めてなって、だからあれは真似しようもないんでね、真似しようがないし、まあ、釣りとか興味、まあでもちょっと興味湧いちゃいましたね。もうあんな感じで、そっか、魚買ったら結構するんで、魚釣って食うのはありだなって思って。でね、こう、面白いのが、あれをしない、その用意しないで、その辺にあるもので釣りをしようとするんですよね。っていうのも、まあ、結局、落ちてる針とかは作れないんでね。だから、釣り人が捨てていったとか、忘れていった、こう、仕掛けとかを、こう、またほぐして使ったりとかして、で、その辺のなんかこう、なんていうの？貝を餌にしたりとか、なんか、そうやってこう、釣るんですよ。で、そう、釣り人がこう、捨て、なんかこう、なんていうの？そのまま掃除せずに行って残ったエビの干からびたやつとか、そういうのを水で戻して餌にしたりとか、そんで釣るんですよ。うまいこと。だからもう、あ、これは、かなり今後のね、食料危機じゃないけど、まあ、こう、やってけるよな、これっていうね、まあ、すごいなと思って、ちょっとハマっちゃいましたよと。初めてですね、こんなの。まあちょっと今後もその、チャンネル登録はしてないけど、ちょっとしていこうかなと思ってますと。ちょっと面白い人見つけちゃったみたいなことなんですけど、そんな感じで、あれを見ていきましょう。ペコリと。およ。どこだ？コメントあった。じゃあコメント読んでいきたいと思います。ペコリ。溝下、つくるさん、なんのかな？あ。ん？よいしょ。あれ？すいません。ちょっと、おかしなことなんです。ちょっとこっち画面に映すか。よっしゃ。私も音楽最強で生きてきました。溝下、あ、この間のプロのミュージシャンの方ですね。まあそうですよね。音楽最強でね。まあ、なんていうのかな。でも音楽
ってすごいのに、僕謎があるんですよ。音楽ってすごいのに、なんでその、なんていうの、爆発的に売れたらいいですよ。爆発的に売れない場合、結構、まあ今はどうかはわからないですけど、まあ僕らの若い時とかってね、ミュージシャンとかって、まあ、ギャンブルというか、ギャンブルでも、というより、絶対無理でしょうみたいな話でしたからね。まあ、多くの人がそれでね、ミュージシャン諦めて、なんか仕事するみたいなことがね。でも、いや、音楽できるって、本来すごいことなんですけどねっていう。それが なんかだから何かが間違ってるってことなんだよなっていうことなんですよ。そのスポーツよりもそのなんつうのかな難しくないですかっていう話。まあいいや、ちょっとあんままとまってない話をしてもしょうがないな。ありがとうございます。次、あ、清子平さん、船長コメントをお読みくださりありがとうございます。船長の意識、博識とそれに反する軽い笑いにハマっていますとヨガの深い話すっごい興味ありますと。すごい、そうですよね。今、うん、やっていて、でね、まああれでは、まああれはちょっとね、次出すんで、よかったら、お楽しみにって感じですかね。あれは、また、次なんでね。ありがとうございます。次、ミキミキさん。ミキミキさん、最近連続でいただいてありがとうございます。人生に意味はないからこそ、何でも自由に、意味付けできるのだと考えていますと。そして他者の自由な意見を聞くことで自分を知ることができますと。たとえなんだかなと思ったとしても、それはそう感じた自分を知れた喜びと言えますと。いやー、まあもうおっしゃる通りですね。うん、まあ結局ね、まあこの間のイーロン・マスクの話もそうですけど、寛容さなんですよねっていう、英語で言うところの、まあ難しいけど、コンパッションですかね。だから、コンパッション、なんていうの、そこですよね。それが、重要だと。だから怒ったって、いいし、なんか間違ってもいいんですよ。みんなね、それは間違うからこそ人生だし、なんか今間違うことがもうなんかもう間違ったら終わりみたいな、なんかそれをみんなで許すところが、なんかね、そうそう、こないだ、神田沙也加さん、松田聖子さんの娘さんがの元彼氏かが、なんかあれしたんですか、その復帰するとかいう話で、だそれに対してどの口が言ってんだみたいな、なんかこうすごい叩かれたんでしょ。で、まあそうだけどっていう、まあ、だからもう絶対に許すマジみたいなことを、まあ、X で見たんですけど、こんなやつ絶対に許しちゃダメだみたいなのに言っているのがあって、まあ、すごい違和感があったんですよね。ん?って思って、いや確かにひどいことなのかもしれないですよ、よくわかんないですけど、でね、言うと血は喧嘩じゃないですか。でそれで片方が自殺しちゃったと。まあ、あの自殺には笑い事じゃないですね。ごめんなさい。だから、あの自殺には、まあ、いろいろ疑惑みたいなのもありますけどね。あんな隙間から本当にっていうところはあるけど、
うん、まあ そうじゃなくて、そういうのを抜きにしてやったとしたら、まあでも衣装とかもあったんですよね。んで、まあそういうことだったとして、でもそう、外部の人間がですよ、ただの視聴者みたいなのが絶対に許すなとかなんか言っているっていうのはちょっと違和感が。本人たちは、それは松田聖子さんやそのね、神田正輝さんは許せないでしょうね。許す必要はないと思うし、それはそうでしょうと。が言うならわかるけど、あいつは絶対に復帰させないって言ったっていいし、それ、そういうの言うけど、全然関係ねえ。おめえ関係ねえだろっていう風に思っちゃうっていうのかな。それをみんなでなんかこう、みんなでなんかね、排斥運動だみたいなのっていうのは、どうなのとかね、思っちゃうんですよねっていう。でね、そう、だから意見が違ったって、なんか、まあ、もう意見が違うと、もうあいつはダメだみたいな風になる社会っていうのが、僕はどうも。だからあんまり人と関わらないんですよ。ただまあ、ちょっと今回ね、コミュニティ作ってみようとか言って何もやってないですけど、まあ、なんかこう、まあ、やってみないと分かんないしねっていうところがあるわけで、まあちょっとね、もうちょっとしたらなんか言いますんで、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。次。のんぴさん。お久しぶりです、船長。お元気そうで、オープニング素敵ですね、と。ある程度、お久しぶり？どっかでお会いしてますかね。ひょっとしたらどっかのあれに来てくれたのかな？ありがとうございます。スターシードさん。こんにちは。いつも楽しい話をありがとうございます。質問なんですが、船長はなぜそんなに英語が堪能なのですかと。長い訳、翻訳など短期間で次々とアップされるので驚きですと。いや、英語は、あれですよ。まあ、ちょっとした日常会話程度ですよ。やっぱ難しい単語とかが出てくると、ん？ってなるし、あとね、普通にはこう訳せないみたいな表現とかがあるんですよね。そういうのが来るとはてなってなったりしますよね。だからまあ今はそのあれがね、翻訳機器がすごいんで、いろいろあるんで、いろんなもん駆使してやってますよ。まあそれよりもこう、あ、この動画面白そうだなってバーっと一旦見るんですけど、だからその動画を見るのが一番大変ですよね。長いやつとか特にどうなんだろうなーって思って、かなり聞いていかないと面白いかどうかっていうのがね、あと日本人に合うかなこれとか思いながらとかね、自分の感覚、こないだちょっとまあ脳のことを、熱がね、2時間ぐらいあるやつをこう、ポッドキャスト聞いてたんですけど、どう言ったらいいんだろうな。途中まではいいんですけど、途中からなんかね、なんかすごい、まあ、要するに、いろんなこう、まあ、意識的なところを否定するというのかな。全部脳です、みたいな感じの、論調になってきて、まあそういう部分もあるかもしれないけど、なんかちょっとこうあれだったんですよね。なんかそう、それだけなのかなみたいなとこがあって、ある程度聞いて、だいぶいろいろ聞いて、これを次やろうかなとか思ったぐらいだったんですけど、途中からそんなになって、だからその聞いて訳してちょこっと分かんないとこパッと調べたりとか、そうしている時間とかが、まあ、3、4時間かかったりするわけですよ。その動画
でね、だから1本でそんななっちゃうから、そう、なんかどれにしようかなっていうのが時間かかる。あとはそのまあそれがなったら、ま、文字起こしを出して、でそれをこうまああとなんていうのかな、間違っている単語とかを、まあ、文字起こしも完璧じゃないんでね、それを直して、でねコンマとかピリオドとかをつけ直したりとかして、聞きながらねこうパッとこう、あここはコンマ入るなとか、ここはここにピリオド入れないとなとか、そういうのをつけていったりとかして、でそっから翻訳ですよね。そっから翻訳かけて、で翻訳したらそれで終わるのかって言ったら、もうそっから今度は日本語なんですよね。もう翻訳しただけだったら全然日本語がもうまあまあなんとか意味わかるかなっていうぐらいの日本語になっているんで、それをこうまあわかる日本語に変えていく、で翻訳終了ということで、そっから声入れ始めるっていう感じなんですよ。だからまあ英語力っていうよりあれですよね、あのなんつの、日本語に変えるときが一番時間かかりますね。その翻訳してそれを、これをどういうふうに日本語に直すかっていうのの方が時間かかるっていう、そんな感じなんで、まあ、別にそんなペラペラじゃないし、まあでも昔ね外国にオーストラリアに1年弱いたのと、まあ他にもいろいろ行っていたので、だからまあ英語なんてあれなんですよ、結局英語だけじゃなくて外国語なんて、そのノリ、その単語だけ知ってたら知ってたりするしても、その根性でいけるっていうのかな、そのこれあれっての、もうジェスチャーとノリで結構いけるもんなんですよね、世界中どこでも。あと今はもう Google 翻訳があるから、ある程度は伝わるっていうのかな、もうだからイタリアとかでもね、なんかわかんないけど喧嘩してるみたいな、そのだからとかありましたけどね、お互いに何言ってるのかよくわかんない、こっちはもうね日本語で文句言ってる、パリでもあったな、もうパリでもぶち切れちゃって、でもう日本語でお前舐めとんかこらって言ってたっていうね、もうぶち切れちゃって、あのっていうのもね、いやその向こうがファーストフードの店員でね、こうこっちはその駅から電車に乗る間ちょっと微妙な時間だったんで、カフェとかに入ってる余裕がないくって、カフェじゃないレストランとかに入ってる余裕がなかったから、ファーストフードで何か買って電車に乗って食べようかなと思ってるのに、まあなみんな並んでんのに中でこうあの遊んでるんですよね、その店員さんたちが、こうウェイっつってストロー投げ合ったりとかして、でそれだけでもムカついてたのに、まあいっかと思って黙って、ではいできたよみたいなのでボンって、で僕はその持って帰るって言ってたんですよ、でなのにそのなんていうのトレーにボンって出てきて、でうんって思いつつも、もうお金払ってるんでね最初に、だからでボーンって出てきたところが全然違うもんだったんですよ。であれって言って、この番号って言ったらその番号だって言ったら、で違うもんだから、これどういうことだよと、俺はもう時間があるんだって言って急いでるんだって言って言ったら、なんかこうなんか俺のミスじゃないもうみたいな、で笑いながら後ろのやつに多分フランス語で何言ってるか分かんないけど、なんかこう、あこれこいつのせいだよみたいなんで言ったりとかして、ふざけてから、もうなんか知んないけど叫んなっつって日本語で言ってやっ、まあ、変えさせてやろうと思ったけど、もうこっち急いでっからもういいわっつって、でなんか
確かね、そのまま俺置いて、お金は払って、そのものは受け取らなかったと思う。もういい、時間ないっつって。なんかそれでね、それだけ持っていったら、なんか負けた気になるっていうのかな。ちょっとだから言い合いしたけども、拉致が開かねえからねっていう。で、もう怒ってるっていうことを舐められないようにね。日本人はなんか適当に言ったら大丈夫だよみたいな風に思ってっから、怒られないと思ってるから、もうちょっと怒ってるところを表現しようと思ってやったけど、フランス語で怒れないし、英語でもね、英語で言うと本当、どこまで、本当の喧嘩になって嫌だし、みたいな感じになって、でも怒ってることを表現したいから、日本語で、言ってやりましたけどねっていう。何の話してんだ、これ。まあ、まあ、そんなレベルですよ、ということでね。まあ、外国でもどこでもそうかもしれないけど、結局ね、言葉は堂々としてりゃなんとかなるってことですよね。ただまあ、なんか正しく喋らないといけないみたいなことはなくて、もうなんかね、前ニューヨーク行った時思ったんですけど、みんなめちゃくちゃなアクセントしてますからね。あ、こうなんだって思ったら、恥ずかしがることは一切ないですよねっていう。サムライイングリッシュでも逆になんとかでござるって言ってる感じのこうね、喋り方が結構かっこいいみたいな風に今最近なってきてるみたいなんで、ドラマがあるんでね。だから全然 OK ですということで、まあ英語はもう、だから要するに英語そんなにこうもうベラベラなわけじゃないですよということでした。ありがとうございます。次、バジル猫さん。バジル猫、なんか意味あるんでしょうか。人生に意味ない、意味を求めるから迷って、答えがどこかにあるかのように思うだけ。うん、人生に意味はない、意味があるから迷って、意味を求めるから迷って、答えがどこかにあるかのように思うだけ。うん、まあそうですよね。意味も価値もないから自分で決めるっていう世界だと僕は思ってますけどね。自分でどう取るかですよね。それを求められるものを求めてたって結局意味ないよっていうことなんですよね。自分で作るしかないっていうことですよねっていう私です。ありがとうございます。次、アメカリさん。アメカリさん、楽しく拝聴しておりますと。オープニングの曲が好きで、リズムが心地よく2回くらい聴いてから本編聴いてますと。本編のバックグラウンドの曲も落ち着いて曲調が好きですと。ありがとうございます。オープニングのやつは僕も好きで、でね、本当はその、なんていうの、映像は変えたいんですけど、そんなわざわざ作ってる暇がなくて、あれは本当ね、初期、このラジオを始めた時に、とりあえずなんか作っとかなきゃって思う、なんかこう、ポンと始めるのもあれだしなと思って作ったやつを、そのままにしてるんで、まあ、ちゃんとね、作ろうかなとは思いつつそのままなってるっていう感じなんですけどね。まあでも曲は僕も好きですね。なんかあれはあるパープルミュージックさんっていうアメリカの人のところのやつをね、購入して使っておりますので、まあなんていうの、著作権はちゃんと借りておりますよということなんですけどねっていう。ありがとうございます。次、カエルさん。カエルさんか。カエルさん、ありがとうございます。
成功ってよりお金の奴隷になるってことじゃない？うん、それ幸せじゃないし、チャンネル登録増えてもこれからは大丈夫ですよ。気づいてる人たち増えてますよ。まだ爆発的じゃないけど、そろそろ近い。毎回同じ手口で怒りとか恐れとか増強されても疲れるしと。ゼロサムゲームもう飽きた。 99% は仲間なんだから仲良くした方がいい。いい？よくない？いい加減所有という概念取っ払ってのんびりシェアし合う関係築きたいよ、世界中でねって。いや、ほんとそうですよね。なんかなんていうのかな、そのまあいずれね、もうこれ以上そうやっていろいろね、ブラックロックだのなんだのっていろいろやってるけど、これ以上やつらだからもう止まれないんですよね。でこの間ちょっとね、なんかそういう今ね、 M&A の会社がこう M&A 仲介会社がすごい増えてるんですよ。僕んとことかにもすごい、なんか M&A あなたの会社にすごい興味を持っている人がいますとか言ってるようなメールがすごい、マジ？なんかちょっと嬉しいじゃないですか。そのM&A かってなんかすごい金額とかあんのかなとか思ったりしてね。でよくよく調べたらそうじゃなくて、そうじゃないし、詐欺とかもすごいあるんですよね。だからなんていうの、もうついにそこまで来たかみたいな。だからあらゆるところに詐欺がこう、だから今回なんかそういうの問題になったみたいですけど、その仲介してたのが結構大手だったりするんですよね。だからまあ何がなんか何でもかんでも商売になっちゃって、よろしくないっていうのか、まあね、どう言ったらいいんでしょうね。まあそれがそうなったらもう終わりじゃないですか。誰とももう付き合えないみたいな感じになっちゃうから、もう境界線が難しいですよね。そのどんどんそういうなんていうの、そういう利益とか関係ない知り合いとかが、友達っていうのができなくなっちゃうよっていう。そうじゃないのにこう、まあ何の得もないですよねっていう風になっちゃったら、もう声掛けできないみたいな感じにもなるしね。そうじゃまああんまりにもね、それがこうゆるゆるすぎても困るけど、でもちょっとぐらいね、迷惑かけ、昔よくありましたもんね。こうまあ迷惑っちゃ迷惑だけど、今考えたらなんかその関係性っていうのが、まあある意味青春っていうのかな。そのこっちはこれしてえのになって言って、まあちょっと相談があるんだけどみたいなになって、とか思いながらも、まあいいかっつって、で飲みに誘われて、でね、ずっと愚痴聞いてるみたいな感じで、そうだよなっつって、でこれ俺何のメリットがあんのみたいな感じになってるけど、でもまあそれが青春だったっちゃ青春だよなっていう。まあだからそういうね、そういうのもなんかこうどんどんできにくくなってくるよねっていう、まあ、疲れちゃうっていうのは、そういうことも含めてかなと思っておりますよと。
ということで、まあ、今日のところはね、まあ、オチがないですけど、まあ、こんな感じで終わっていこうかなと思っております。またね、なんか、ちゃんとネタ考えてからやろうかなと思います。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイ。